バッカルサイバーなんとですよね。さらにもらったぜ、とも一撃や中央舞う忍者ボム。さあ本戦前の試合、ダークマッチからお届けしてまいります。バックドロップの体勢、かけ上げてバックドロップ。さあ素早く固めた、この2つ反発にしまして性感染反撃、至近距離からエルボー、おっと平手打ち、気象の荒井選手ショルダースレー回転エビ固め、ロジャースがフットスタンプ、トップロープに上がりました。距離があるが大ヒットスピー、大きさにいくミサイル発射、これがカウント3入りました。最後はミサイルキック一発。第1試合はジュニアの6人タッグマッチとなります。ジャパンツアーで初来日いたしましたノアには 10.9 新宿大会から参戦しております。さあこの速さ、休む男の動きではありません。吉岡、本当に他の選手にはないいいものを持ってますよね。持ってますね、身軽ですしね。さあここもおっとギヘラの要領でブリンチダースであります。さあ大原が一瞬今日疲れましたがショルダースルー、おっとエプロンにいます。アレハンドロが誘惑していくスリーオンショット、おっとロープをうまく使って投げ打っていった。ルチャの投げをこのアレンジしていきました。さあしかしルチャといえばこの大原、さあすぐにルチャの攻防に持ち込んでいきます。さあここは忍者タイム、忍者の時間、走り込んでさあ回る回る、忍者スペシャル迎撃された。吉岡のブーイングです。おー飛んだ、今スイングビルをかわしながら忍者が中央舞う忍者ボム。これでカウント3です。試合を見せてくれましたからね。さあそうした熱戦を見せる実力あるタイガーに対しては宮脇です、26歳。ここは斉藤選手に伺いましょう。宮脇潤太、鍵を握ってもらいたいんじゃないですか。そうですね、そろそろですね、やはりこう修行の成果もですね、はい、ガツッと出してもらいたいところもありますよね。選手権ダッシュなんてこともありました。今年の3月から7月ですか。さあそしてくれ、そしてここはヒロキライオンスカルト、ね、やはり腕をやっていけばっていうところあるんでしょうね。ここ背負い投げ、柔道殺法からクロス腕十字の体勢、井上さん得意のパターンが出ました。近藤修司視線はしっかりと宮脇を捉えている、ロープに飛んでこれブロックした、それでも右腕冬コンのラリアットからその首もらったぜ、とも一撃、今度は成長、宮脇潤太の体は1回転、両足きっちり抱えたまま外しません、さすがの近藤修司。村上和成復活の時です。いやーお疲れ、前日の瞬間マール富士とは、これは井上さん危ないのも納得の2人、レアルは大喜び。今年5月に、ね、ジェイ・ケリー選手と、おっと、ああ、ちょっと、マルフィー選手を助けましたね。なんていう風にも表記されていました。うまいこと考えましたね。おっ、つながる、タップした、血まみれの2人の因縁、鈴木が入るぞ、また焦るな危険っていう斉藤選手。これ混ぜたらダメですよね。完全にやってますね。混ざってしまっています。武道館に初参戦、ノア初参戦は鈴木秀樹のパートナーとしての登場でした。そして N1 ビクトリーでも、おーっと、かっこたる一応得たんですが、重要殺法ビッグ戦なので、杉浦選手もね、楽に行けっていう感じでね、言ってましたけども、ここで出てきましたね。杉浦選手はあの M&M's っていう名前に、チーム名はオースピア、ジャーマンスープレックス、そして丸藤、
スラムの体勢。あ、来た来た来た、危ないよ。あっと、こうさあこうしてフックキック、さらにこうかかと落とす、もう一発、そしてさらに顎先へ、ラリアット、捉えてくると、ぐるりと上がって、ちょっとこの寝状態は、ああ、さらに回った、そのまま大いかぶさって勝負あった。ここからの企てはいかに、小川義成自らをライオン百獣の王と称すは、だがそろそろまた決め時か、エイター。第53代 GH ジュニアヘビー級チャンピオン早田、次なるチャレンジャーはこのダガです。王者早田、あのアタックというのは斉藤選手、高さは小川選手のアプローチの方がありましたもんね。そうですね、となるとドロップキック連発、そうですね、いろいろ気になりませんか。なりますね、今日もかなり仕掛けてるでしょうかね。ここは串刺し広めた、実力者という点では変わりがありません。エイター、右のハイキック一発から走り込んで背中ランニングロック、いや、だが肉式とばかり一発来ない、正面、足元、顔面、はい、世界ですよね。あのダガという表現がいました。ダブルの膝で丸め込んでくる。さあ、十字固めは小川からカウント3。この1勝 10.28 福岡 11.4 新潟を見据えて、まず1手は早田です。さあ、井上さん、タイトルマッチ2つを見据えて、これは見逃せない一戦となりました。ドロップキック、アニオステップ、ジュニアヘビー級の戦いを見据えたということになりそうです。飛びついて、さらに飛びつくし DDT、 そうですね、そうですね、想像力、回転力、カニスペシャル、さらに飛びついて1回転、そうですね、アイリッシュグッバイと思います。その後はコウラデルドラゴンから、ただしても燃える男清宮、ドロップキック得意はこの一撃傭兵、ロスゴルペアドーレス注意報、何メートル飛んだ、ドロップキックも絶対、そしてジャーマン、捉えた、となるとグロッキー状態、バグ王者に、さあ、シャイニングウィザードは、丸め込んだ、考えてましたね、これ、危うい状態、脇投げから、そのまま、そのまま丸め込んできた、これだ、電光石火の一発、清宮海斗、さあ、取りに来い、運びの火事はここにある、チャンピオン、ジェイクリー、剣豪が詰め寄ります。作戦が始まりました。ジャック・モリス、ジェイク・リー組、さあ、剣豪が、おっと、ワグナーもモリスの前に立っております。ジェイク・リー、このチャンピオンに剣豪が挑戦いたします。剣豪は N1 ビクトリーでこのジェイクに初めて土をつけた男であります。この夏敗れた時以来相当研究しているでしょうね。そうですね、あの序盤見した剣王選手のローキックですよね、はい、あのローキック、14日の横浜大会ではかなりもろに食らってダメージ食らってましたけど、今日さばいてましたからね。なるほど、しっかりと前哨戦の中でも剣王選手の癖をね、盗んでますね。おっと、ここは JT がプレッシャーをかけていきます。剣王はこの表情、戦いでありました。さあ、ショルダータックルです。まあ、前回9月のボール、おっと、ジャック・モリスが何かロープへ飛んでいきます。おっと、リープロックで飛び越えていったドロップダウン。さあ、そしてショルダータックルです。おっと、これはモリスの浅部を奪っていきました。ワグナー、おちょっとハルコーガンみたいになってますね。駆け引きなどをやってきたのが生きてますよね。さあ、チョクさんの体勢、おっと、
ワグナーがうまく切り返します。いい選手でしたけれども、ワグナーはねそういうこの印象になりますよね。同じようなね、そうですね、今はダガ選手も含めどれだけね世界のねトップレベルの外国人選手がこのノアに集まってるかというところですよね。さあここはジェイクがタックルで剣を吹っ飛ばしました。やはりパワーではジーク選手が圧倒してますよね。このパワーをいかにね剣王選手くぐり抜けて自分の展開に持ち込めるかですよね。なるほど。さあここは GLG サイドの連携を剣王が阻止します。スピンキック、さあ剣王エンジンがかかってきました。まあとにかくこのファンの期待というものが凄まじいものがあります。この剣王、おこの構えはJ クリーの FBS の構え、さあ岡が奪っていった、オキテアブイの逆 FBS 来ましたね。飛び上げます。ミドルキックをJクリーキャッチする。おっとリンネ、さあただこのJクリーの右のハイキックがあります。さあ希望をキャッチする、そして潜り込んでバックアップです。キャラ持ち上げるスピード速かったですね。お、さあこちらが本家 FBS、 しかしこれをかわしてウルネルさんの体勢、さあジャーマンです。ジャーマンスプレックス、おっとレギュラリアット、完全にピープルズチャンピオンですね。そうですね、ファンも分かっています。ラグラーがファン、おっとグッドルキングにペースにはさせませんでした。ジャックモリスさん、さらにおっと宙返りして、しかしワグナー足を張ってフットスタンプパワーにしました。やる気です、ワグナー。おっとワグナードライバー、さあリング内では、おっとワグナーがタイガードライバー、これはモリスの必殺技、これでピンポール、屈辱だ、まさかのタイガードライバー、オキテアブイの一撃。金王がどのタイミングで握手でしょうか。さあ今このリード仕掛け、さあこのベルトはノアのものなんだ。え、おっとなんとベルトで一撃、珍しいですね。これは剣豪としてももうやる気だ、絶対に取るという実況でしょう。これはもう剣豪は足場を選ばないという、そういうふうにも見えますが、もうね構ってられないという形ですよね、やり方には。出てまいりました。さあ前の団体から中島を追い続けてきた稲葉、で行動を共にした曽谷、そして中島が若い頃から世代を超えたライバルであった望月、この3人が中島の前に立ちます。やってきました、自分自身への挑戦と語ったノア対談。35歳、人生の岐路に立った彼は自分のために決断しました。勝彦は未来と生きて、およそ15年戦ってきたノアのリング、そこへ別れを告げに感謝を伝えにやってきました。さあいち早くリングイン、中島は先輩であり本敵朝喜多宮です。さあアクシスです、中島はアクシスは不滅、一旦の不意と語りました。中島の新たな札で様々な思いでありますし、はい、最も今はね本当にノアいい時代になってきましたけども、苦しい時代に中島選手がねそれは止まらねえとね支えてきましたからね。さあバックスが入ります。2人はかつてケンスケオフィスやビューデンで、さあ望月は若かりし中島克彦とライバル闘争を展開しました。もう10年以上前ですが、さあ時が戻ったような格好、あの時と同じような芝き合い、この勢いを落としたくないんだと現在北宮稲葉と結託しました。さあその前に中島、中島は3人を相手にしています。
いやこれちょっと相手の猛攻が井上さんすごいですね。そうですね、もうこれはね、やっぱり曽谷選手、稲葉選手の狙いは一人ですよね。ミドルキック。でもあれなんですよね、プロレスラーっていろんな激励とかメッセージあると思うんでしょうけども、痛みでしか伝えることできないんですよね、相手に。はい、それが最大のあれだと思いますね。おっと、北宮がこの表情です。今ね、北宮選手素直にね、弟弟子らしくタッチしようと思ったら兄弟子がね、なんかちょっとすかしてましたからね。北宮は中島の健介教室時代からの後輩です。2人には様々な遺恨がありましたが、今日まで同じ道を歩んできました。前田さん、その道が分かれるわけですよね。そうですね。さあ、ここで中島が動く。おっと、誤爆です。北宮に誤爆。北宮の顔色、ちょっと2人の関係、もともとあまりよくありません。やっとここで、なんと北宮と中島のお付き合いが始まりました。兄弟喧嘩、兄弟喧嘩を見ているようだ。ここに稲葉が割って入ります。仲間割れが起こりました。さあ、構わずに行きます。と、中島がビッグブーツ。お、北宮も行く。お、ここの体勢はダブルのオフェンスクラッシャー、Gアグレッション、ここに復活であります。お互い最後と思ってね、打ち合っていたのかなと、まあ、そんなもしかしたら、ね、怒りでそんなところじゃなかったかもしれないですけども。さあ、今度はアクシスの連携、エンドレスラブ。さあ、本当に終わってほしくないこの戦い。アクシスが並び立つ姿、目に焼き付けてほしい。もう来ないぞ。さあ、アクシスが合体フィッシャーマンバスターとトランスキック。さあ、勝った。張り手、これがあった。張り手一戦、稲葉が危ない倒れ方をしました。稲葉を引きずり起こしてランニングローキック。足が戸田根を刺しに行く。さあ、持ち上げたバーティカルスパイク。ノアへの愛を込めて、感謝を込めて、ワンと3。ノアラスト強打け、バーティカルスパイクで稲葉を沈めました。いや、井上さん、いかがでしたか。いや、中島選手に、ね、食らいついていった稲葉選手ね、まさかね、この後楽園ラストマッチ主役からの白星か。